よし。あ、へ出た。新年初へ。新年初へからのスタートです。パポン。1月1日7時50分。新年、明けまして、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。ということでね、まあ、この動画はね、今日1月1日のね、8時半に上げたいので、ほぼノー編集、ノーテロップなんですけども、まあ、2021年、まあ、僕の立てた野望が、いや、目標ですね。チャンネル登録者2500人、案件1個もらう。そして1万回再生。この3つをね、頑張って掲げてたんですけど、まあ、1万再生はいきましたと。ただ案件もゼロ。まあもちろんそうですね。そしてなんと一番残念なのがね、チャンネル登録者が2000人も届いてない。いや、これはもう由々しき問題ですよ。チャンネル開設して3年経ちました。今年でね、4年目になるんですね。今年の目標は、もうただ一つ。チャンネル登録者4000人。まあ、口では何とでも頑張れるので、はい。今年、チャンネル登録者4000人届かない場合、アークデスチャンネル、やめます。重大発表でしたね。うん。まあ、そのぐらいね、やってかんと、いろんな意味で数字が伸びないのでね、再生回数も最近ね、100もいかんくなってるのが当たり前なんてありえないので、このチャンネル登録者で。うん。もう頭おかしい動画バッコンバッコン上げていくんで、もう今年中にチャンネル登録者4000人必ず目指します。なので皆さん今年もよろしくお願いします。やめんでもいいんちゃうんって思う方もいるかもしれないですけど、もう期限決めて、それ無理ならもう無理でやめようかなって感じで、もう4000人必ず目指すんでね、こうやって堂々と発言してるんですけども、今年も皆さんよろしくお願いします。そしてですね、今年、もう今日からなんですけどもね、僕このアークデスチャンネル、この動画と、アークの予想屋さんですチャンネルっていう動画があるんですけど、完全分かれます。今まで上げてたミニロとナンバーズ、スクラッチ、宝くじ系はね、もうこのアークデスチャンネルでは一切出ません。わっ、数字持ってるやつ全部こっちに行くよ。アークの予想屋さんですチャンネルね、ぜひチャンネル登録、皆さんこっちもお願いします。そしてね、今日僕お仕事なんです。今からね、この素材をカットだけしてね、もうすぐ間に合わせるように頑張りたいと思います。はい。はーい。ってことでね、本当に2022年はね、マジようわからん動画ばっか出るかもしれないんですけど、なんか少しでもね、楽しんでいただければなと思いますんで、チャンネル登録者もね、必ず4000人突破してみせるんで、ぜひ、引き続き応援よろしくお願いします。僕はね、ゴリゴリお仕事なんですけども、皆様正月ゆっくりしてください。言うて、イエス。アークでした。